プンタデルエステは、ウルグアイマルドなど県にある都市。プンタデルエステという名称は、スペイン語で、東の岬という意味である。南のモナコ、大西洋の真珠、南米のハンプトンズ、南米のサントロペなどという愛称があり、またアメリカ合衆国のマイアミやフランスのカンヌと比較される。大西洋に面した、南米有数のビーチリゾートである。世界各国から、特に、 アルゼンチン、ブラジル、パラグアイから富裕層がバカンスにやってくる。2011年の人口は9277人であるが夏季が本格化する1月になるとバカンス客が押し寄せて人口は劇的に増加する。プンタデルエステを訪れる観光客の4分の3はアルゼンチン人である。近年にはイギリス人モデルのナオミ・キャンベル、コロンビア人歌手のシャキーラ、 イギリスのロックバンドであるローリングストーンズなどがプンタデルエステでバカンスを過ごしている。リゾート地としての歴史が始まったのは20世紀初頭である。関税及び貿易に関する一般協定における多角的貿易交渉であるウルグアイラウンドは1986年にプンタデルエステで交渉開始が宣言された。2014年12月13日には新たに始まった。 電気自動車レースシリーズである FIA フォーミュラ E 世界選手権の第4戦の開催地となった。米エリアの道路を市街地コースに設定して開催され、2015年は12月19日に第3戦として開催された。ありがとうございます。